周辺2013年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成上が沼熊、下が田島内海大橋は広島県福山市の沼熊半島から沖合の田島を結ぶ道路橋である1989年前検証道路部門受賞1989年10月開通福山市沼熊町と 福山市内海町を結ぶ唯一の橋であり、広島県道53号沼熊横田港線筋の橋である。田島とその西隣の横島は1979年から牧橋で結ばれていることから、この橋により、田島、横島ともに沼熊本土と結ばれていることになる。沼熊川近くに友の裏や阿ブト観音がある。路線全体が アメニティーロードと名付けられ、欄干や歩道、照明にデコレーションが施され、内海側を降りると、南国風のヤシの木が並ぶ。沼熊川の橋本周辺が、敷名と呼ばれた古来から存在した港であり式、名番所跡として整備されている。もともとフェリーでの私橋のみだった、この二つの島の住民が1969年に、佳橋運動を起こし、 これを受けて県は1970年から調査に入る。1979年になり、県の事業として正式に決定し、1981年から取付工事に着手し、1986年に橋桁工事着手、そして1989年に全線開通した。この橋の線形は、くのあざに曲がっている。この海峡は、 直線距離550メートルほどであるが、中間部に、マナイタゾワイと呼ばれる浅瀬岩礁があることと、常石造船など付近に造船会社が存在し、比較的大きな船が航行していた。そのため、佳橋地点の中央部を航路とすることができず、陸地側に橋脚を設けることは航路を塞ぐことになる。ため、マナイタゾワイに橋脚を設けその両陸地側を航路として用いる。 用道路線形及び長大橋が考えられた。そこで、ニール線路を背橋、さらに構成を高めるためアーチ桁を内側に傾けた、バスケットハンドル型と呼ばれるアーチ橋に決定した。さらにまな板造合は、地盤として十分強固であったため直接基礎あるいは区域基礎が採用され、基礎工の施工費及び将来的な維持管理費が少なくなったことから直線で結ぶより、 木の字で結んだ方が経済的に優れることになった。沼熊側のあっち橋が219.6メートルと最も長くバスケットハンドル型ニール線としては完成年度当時で日本最長であり、この形式としては初めて200メートルを超えたものとなった。田島内浦から見た沼熊半島と内海大橋、ありがとうございます。